お腹空いたの？いやでもね、本当そういう相手がないかもしれない。逃げるしろ。発言をしてしまった場合にピーで対処できるようになってます。例えば不適切どんなこと、どういうことですか。教えてよ。どんな不適切な言葉だとピーが、僕ら分からない。どういうこと。言ってください。どれぐらいでなるんでしょうか。言ってごらんなさい。どうだったらなるやつにしてよ。今入るから、ピー入るから、大丈夫。下ネタし、ブスじゃない、ブスじゃないでしょ、ブスじゃないでしょ、今誰さん、ブス、私ブス、なんで私ブス、やだ、ブスじゃないよ、これがブス、顔絶対ブスでしょ、顔絶対ブス、ブスじゃねえ、ねえ、ちょっとさ、何言わない、ブスっていうのさ、これからさ、言うのやめない、最初はすごいさ、いいかもしれない、ずっとブスって言われてるから、お嫁に行けなくなるかもしれない、自動アメージュース買っちゃうんじゃないでしょ、買うだろ、ジュースぐらい、そこ取るなっつうんだよ、お前、しかも、格闘技の選手みんなリングに命かけてるんですよ、分かってます、はい、じゃなきゃ俺たちだってこんな協力してないですよ、もうふざけんのやめましょう、マジで。じゃあこんな感じ、はい、こんな感じか。当たるな、お前は。当たってませんやんか。当たってるやないか、お前。当たってません、当たってません、当たってません。もう2つ時にお前俺のグッと押すな。それイチャモンですやん、イチャモン。皆さん笑顔で、何を、おい、なんかすぐ止まるもんなんですか、選手っていうのは。つまらない話聞くなよ。あ、止まるわけないだろ。止まらないですね。ですね、ハセさんはですね、今もちろん修行レスラーとしての修行を積んでいらっしゃいますけれども、もともとモントリオールオリンピックに、はい、アマチュアレスリングの選手として参加した、そして、その、はい、その後に、母校で国語の先生としてですね、はい、まだ言ってんのか、お前。未だに決まんない。なんでそこに固執すんの。そうやな、お前風情が。この会社大臣が今来てるよ、今来てるよ。いただいた仕事に対してなんでてめえが選ぶんだよ。緊張と構えます、はい、ドラマの仕事が来ました、うん、それが7番手ぐらいだ。あ、それは引き受けられません。3番手以内だったらやらせていただきます。だったらまだわかるんだよ、はいはい、なんでその業種で分けようとしてんの、はいはいはい、うるせえ、酒がね。